横浜市子ども植物園は、神奈川県横浜市南区六川山の百二十二に、ある植物園。原則として、毎月第三月曜と年末年始は休園。入園無料。小麦の研究で知られる、遺伝学者の木原人氏は、静岡県三島市の国立遺伝学研究所所長への、就任を機に、京都府のモズメにあった、研究所の横浜への移転を九百五十五年に、 決定。1957年5月、当地に敷地面積1万坪の研究所を開設した。1970年、横浜市は敷地の一部を購入し児童の理科学習や教職員の研修所として利用した。1974年に管轄が教育委員会から緑政局に移り、1976年に都市緑化植物園としての都市計画決定を受けた。 国際児童年を記念して、1979年6月23日に開園した。園内には、横浜市の市町村花であるバラを150種栽培するバラ園をはじめ、野草園、果物園、畜園、薬草園などが整備されている。ニュートンのリンゴやメンデルのブドウのほか、横浜日桜や西区西戸部町で発見された新種の横浜だけなど、 横浜ゆかりの植物が植えられていることも特徴である。木原の研究所は後に横浜市立大学に移管され、横浜市立大学木原生物学研究所として横浜市とつ区舞岡町の地で研究活動を行っている。横浜市子ども植物園には生前の木原が親しみ栽培した山帽子やメタセコやゆかりなどが育てられ、丘の上の 木原人志博士研究の地記念碑には、彼の研究を子供たちに伝えるプレートが添えられている。ありがとうございます。